パッケージに近い感じで海を作っていこうかなと思います。いくぜ。えーどにょん、ワチャー、あたた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 、ワチャワチャとツンってするとこう角が立つんですよ。ほら、みなさんこんにちは、プラマアイドル高坂千乃です。今日も始まりました、魔剣中 TV。 今日はですね、この雪風をですね、先日サクサクとペンタイプの塗料を使って作ったんですが、今回はですね、もう木が用意してあるのでお気づきかと思いますが、この端材の上にですね、ちょっとこのパッケージに近い感じで海を作っていこうかなと思います。まあなんか船をね、このまま単体で置いとくとすごいなんか味気ないというか寂しいというかっていう感じなので、これにこうね近づけていくイメージで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。で、あのこれはですね、私があのもう一個のキノルームの方で 1x4 を使ってですね、あの棚を作るっていうのをやった時の残りの端材となっております。ただね、こういう端材を使う時ってもう木目が残っちゃうんですよ。なのでまずはこの上にですね、下地材、このよいしょ、モデリングペーストというものを使ってですね、木の上にですね、下地を塗っていこうと思います。なんかイメージ的には木工用ボンドに近い感じ、画材屋さんとかで扱われているものでございます。で、これ周りの木はもうそのまま残しておこうかなと思うので、ここを一回マスキングテープで綺麗に留めておきます。囲う感じで全然いいのかなと思うので囲っていきます。よっ、まあね、後でこの木目というか横側にはみ出たやつを外すことができるので、はみ出し防止でこういったマスキングテープを貼っていきます。うん、今回たまたまね、手元にあった木材を使っていくんですけど、じゃなくって100均で売ってるようなケースのスタッカーとかだったりとかもいいなと思ったんだけど、私ね、たまたまこれ持ってたやつがもうぴったりすぎるサイズでさ、ちょっとこれはね、あのトントンすぎるなと思ってやめました。なのでもう一回りだけ大きいこの子にしようかなと思います。まあプラスチックでも何でも OK、 スタート地点が違うだけで別に全然どんなものでも同じようになんか作っていけるんじゃないかなと思います。で、今回はこうなんでモデリングペーストを使うかっていうと、この木目がさ残っちゃうじゃない、いやいや木目じゃないしって思いながら海を作っていくので、消す意味もあります。あと、こういうのって塗料が染み込んでいっちゃうのって、そうではなくて上に盛り上げていくような感じで塗れるようにっていう意味もあります。まあ何しろ、モデリングペーストがあれば、ひとまずどんな素材でもなんかジオラマっぽくなり始めちゃうので、めっちゃおすすめです。では、ここにはお水と、ボンドとか使っても大丈夫な筆を用意して、最初にこのモデリングペーストというのをこの上に乗せていきます。乗せて広げていきます。もうね、塗るって感じ、塗るって感じでいいかなと思います。いくぜ。ブリョーン出しすぎたかな。まあいいか、持っときましょう。このままモデリングペーストは本当になんかこういうボンドみたいな感じの素材で、ほらこう伸びていく感じなので、これをちょっと全体に乗せていきます。なんか石膏とかをね、乗せるとかいろんな方法があるんですけど、今回はちょっとモデリングペーストにしてみました。まあね、いろんな素材があるので、いろいろみんなにもなんか見てもらいたいななんていうのもあります。なあ、ボンドの匂い、ボンドの匂い、なんかアクリル絵の具とボンドの間ぐらいの感じでなんか匂いがしますね。よいしょ、とった。出しすぎたな出しすぎちゃった。いや、もったいないんで全部こう鳴らして置いていきます。乾くとこれがね、こうキャンバスの下地じゃないんですけど固まっていい質感が出るんですよね。なのでこれをあらかたこうなんか広げたら、今度は質感を作るためになんかこう海の波じゃないけどみたいな感じでボソボソでこう叩いていってもすごい面白い感じになります。まあ、後からまたそういう作業は別のね、ものでやろうかなと思ってるんですけど、でも先にこうね、ちょっとこうやって、見えるからボソ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 させた方が、後で楽かもね、しれないですね。真ん中多いから真ん中からちょっと広げていこう。なんか、
生クリーム塗ってるケーキの上で遊んでるみたいな感じだよね、生クリームね。こんなに波立たないよね、実際ね。スケールがだって700分の1でこんなに波立ってたらすごい大波じゃないですか。大波、大波感。ちょっとランダムにするために違う方向の動きもちょっと入れていきます。ちょっと粗めだけど、こんな感じでザラッとちょっと角を立てるような感じにしてみました。で、これ自体はお水で洗えちゃうので、こう筆とかは乾く前にお水で洗っておきます。この子どれくらいで乾くかな、まあ、ボンドだから結構かかるんだよね。うん、なのでかかる間はちょっと放置しますということで、あったかいところに入れて置いておきます。で、その間にですね、この子全く汚しをしてない状態なので、この状態からですね、もうちょっとだけこうすすというか汚れというかみたいなのをしていこうかなと思います。じゃあこの子を汚すために、あ、気づいた、ここ折れてるやん、あ、折れてるやん。ほっといたうちに先端の先がいなくなってる、両方。あらあら、折れてた。ちょっと保存状態が良くなかったですね。もう仕方ない。はい、この子をですね、今度は汚していきます。で、何色にしようかなってちょっと待ってたんですけど、一回このグレー入れてみようかなと思います。で、グレーを入れてみて、ちょっと全然乗らないなっていう感じだったら、今度はグレーじゃなくてブラックにして濃くやってみようかな。どうやって汚そうっていうのがあんまりあれなんだけど、船なので、なんだろうな、でも結構ね、渋い色合いになってたりしますよね。なんかね、トントントン。あ、でもグレーでも全然、あ、いい感じ、いい感じ。とグレーでフィルター当ててる感じですかね、感覚的にね。なんかいろいろ保存状態が良くなかったから曲がっていってますね。ありゃありゃ。曲がった後に私が雑な入れ方をしたからいかんなんですけど、結構なんかこうムラになるようにバサバサと塗っていっております。こっち側半分ぐらい塗ったって、こっちの方塗ってないんですけど、ちょっとやっぱ塗ってあるだけでも深さというか色味のね、こうムラがいい感じに出てきていいですね。ちょっと乾いてきたところに気持ちこう縦に汚れを飛ばしております。糸塩、でもちょっと気持ち黒を一部だけ入れてみようかな。こうやって汚していくのって無限に楽しいよね。なんか何してっても面白いし、こう墨っぽくこうやって入れていったのをまたちょっとね、こうまた溶かしてあげたりとかしても気持ちいいし、ね、黒で入るとだいぶ取れちゃうよね。ちょっと溶かしていきます。気持ちやっぱ黒みたいなのが入ると締まりますな、やっぱ。これでこれに入れて、入れても、ちょっと動かして、ちょっとムラみたいにしておきます。あ、楽しい。こんなめっちゃ黒が入ってるところを、またちょっとこう、こうやって動かして、気持ち黒残すけど、なんか線では残さないみたいな。まあ、汚れとして乗せていく感じですかね。うん、いや楽しいですね。さっきはやっぱ深さが出てきた気がする。いいぞ。なんか700分の1って言われて思ったのが、そんなにはっきりしないだろうっていうのを思うんだよね。遠くから見てぼやっとするぐらいのサイズ感な気がして、だからぼやっとしてていいんじゃないかなとか思うんだけど、なんか模型だとどうなんだろう。なんかね、船の言い方を知ってるわけじゃなくて、ただ私がエンジョイでやってるので、
ね、いやそこはこうした方がいいよっていうのがたくさんあるのかなと思うので、通常だとこうだよっていうのとかも教えてもらえるとすごい嬉しいです。ちょっと黒みが増しましたね。あ、めっちゃ汚くなった。大丈夫かな、こんなに汚くなってぐらい汚い。食べてる。はい、汚くなりましたね、なんかね、こんな汚さになっております。さらにですね、白も乗せていこうと思います。白はなんか 甘だれじゃない、塩水じゃないですか、海なので。そのなんか干上がった塩とかが船に効くっていう話を聞いたことがあって、それを乗せるために必要なんじゃないかなと思います。この中のこの辺とかバサバサしてるやつをちょっともらいましてですね、バサバサしてるやつをちょっとこう乗せていきます。これもウェザーリングカラーなので、後でこうね剥がしたりとかももちろんできます。ぼかしたりとかもできます。白が入るとボケる感じになるんだけど、ちょっとね、ボケたというか白っぽくなったの分かるかな。ちょっと多い感じになるなって。そのままそれをまた外側とかに移って乗せていきます。海の汚れは勝手なイメージだけど、経年劣化と、あとはこの潮風、あ、じゃあ潮水なのかなと思っているので、このね、潮っぽさをちょっと生かしていきます。まあこんなところで、元の子と比べたら全然汚れたかなと思います。船の汚し方が正しいのかどうなのかわかんないけどね、なんだかこう古ぼけた感じになっております。結構汚れてるね、気づいたら。で、ここまで来たらちょっとこの子が乾くまで放置して、そしてウェザリングペーストが乾くまで一度放置してから海を作っていこうと思います。ということで、乾きましたらドン、こんな感じで、こんな感じでちょっとですね、なみなみというかザラザラとした波感が出ております。ただ白いと本当にそういう石膏みたいな塗った感じだと思うんですけど、こっからですね、よいしょ、アクリルブラッシュで色をつけていこうと思います。こういうなんかよく見たことがあるアクリルガッシュだと思うんですけど、こういったのでちょっと色をつけていきます。まずはどうしようかな、これパレットの代わりにいつも使っている透明なクリアファイル、透明なクリアファイルを切ったもののところにちょっとパレット代わりにこのねアクリルガッシュを出して使っていきます。よいしょと、まあほんのちょっと色がつけばいいかな。基本はなんか明るい色合いが多い気がするので、なんか水色をどんどん上に重ねたいとかしながら明るくしていこうかなと思っております。そしたらこれをもう水でだいぶ薄めた感じで使っていこうと思うので、結構ねシャピッとふわーっとなってきます。爽やかだね。なんかこうムラになるのも楽しむ感じで、このねせっかく表面がデコボコになったので、これを活かしつつの感じでいけたらいいのかなと思います。色も混ぜないのって思ったかもしれないですけど、上からどんどん乗っていくから今はいいかな。とりあえずこう一色目じゃないけど、このね白い下地を青っぽい色で変えていきます。名前がこれそもそもウルトラマリンブルーだからね、海を塗るために生まれてきたような名前の子なので、この海でもなんか使いやすいんじゃないでしょうか。白ってすごいね。こんな薄く塗っているはずの色合いでもこんなにたくさん塗れてしまう、濡れてしまえる感じですね。足らんですね、薄すぎた。いや、ウルトラマリンブルーで爽やかな海をね
潮風を感じていきたい。お団さんのところが生きていい感じにムラになってますね。オッケー。こう水っぽい感じに今なっているので、ちょっと乾くまで待とうかなとも思うんですけど、そのままあえて水色をちょっと混ぜつつの青で塗っていこうかなと思います。なんかこうね、メラメラしてるあの海の何とも言えない感じが伝わったらいいななんて思いながらやってるんですけど、まだ先は長そうですね。うん、なんか青いね、ひたすらにひたすらに青いね、青いですね。はい、乾くまで待てないのにドライヤーを持ってきました。あんまりね、近くで熱を当てすぎると、まあ、プラスチックとかは溶けたりして良くないかなっていうのはあるんですけど、この子の場合はもう全然全然、だって今木の板だよ木の板に塗料を乗せてるだけなので、ということでガッツリちょっと乾かしていきます。どうしても水性の塗料って乾くまでかかるので、こうやってかけていくだけで、さっきまでツヤツヤだったのが、アクリルガッシュって基本的にこうマットな質感に、つや消しになっていくんですけど、乾くとつや消しになるんですが、これがね、ほら出てきたんじゃない、ちょっと乾いてきた、すぐ乾く。本当はね、プラスチックでこれくらい近くでやるとちょっと危ないんだけど、さすがアクリルガッシュ、そして木、安心してこうね、かけれますね。よーん、オーケー。で、乾かしたら今度はまたね、色をのせていこう。今度はもうちょっとね、ちょっとドライブラシ調にしたいなと思ってるんだけど、ちょっとね、ここまでいけるかしら、この子で。ちょっと水色の子で軽くドライブラシチックに上にデコボコに当てていく感じでのせていきまーす。そうすると、せっかくこうデコボコにしたので、デコボコがちょっとこう浮き彫りになるんじゃないかな。この辺とかすごい分かりやすいかな。ちょっとね、角っこにドゥーン、角っこのところにちょっとホワイトっていうか、ちょっと青よりも白っぽい水色がね、乗っていると思います。もういいんじゃない、ちょっとこう青だけどメラッとした感じになったでしょうか。よきよきよき。で、一回ここで色は止めちゃいます。もうさらっといく感じですね。でもだいぶ2色でもね、ほわっとした感じになったんじゃないかなと思います。で、ここから先は今度上にですね、こんなさざ波、大波小波といったですね、透明な波を作るための素材を使っていこうと思います。先にこのさざ波というのを使っていきまーす。このさざ波はですね、ちょっとこのトローンとした感じの液体になっていて、ちょっとね、すくい上げるとこんな感じのビョーン、ちょっと透明で粘り気があるかなって感じのものですね。で、もう一個、大波小波ちゃんはですね、硬さが違ってもっと硬い子になります。こっちはね、こんな感じ。ほら、ちょっとさ、こう、粘り気が強くなって、よりネギ飴みたいになってるんだけど、こうね、角が立ちやすいものになってます。これもね、しばらく経ってから、トントンってすると角が立ったりするので、使い分けをしながら今回使っていこうと思います。そしたら、この子、さざ波さんを全体に塗って、ちょっと、この、海のテラテラというか、水っぽさを出していこうと思います。今だとなんかすごいね、ただの水色って感じがちょっとしてるので、この上からさざ波をですね、これ、はーい、歯ブラシ
なんかよくホテルとかでさ、もらういらない歯ブラシとかをで、こうね、全体にちょっと広げたら、これをですね、もっとこう、トン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 としながら広げていきます。なんか歯ブラシでですね、多少叩くとこうなんかただ乗せたこう液体っていうよりはちょっとね、後で波が立ってくるんですよね。うん、なので後々のことを考えて歯ブラシを使って今伸ばしております。今まだね、タルンタルンなのでそこまでの波には立たないんですけど、まず1層目という感じでこうね、クリアの層を乗せていきます。お前はもう、いや、生きてるな、別に死んでないわ。むしろ生き生きとしてほしい。とりあえず全体にこう伸ばしていきます。なんかこれをね、こう上に乗っけただけでかなりこう見違えるほどにね、ウォーターな感じになったんじゃないかと思うんですが、伝わりますか？ちょっと下がってみよう。まだね、あんまり傾けられないけど、ほら、テラッとこう水面が光るこのぐらいまで、はい、光ってくれます。ある程度乗せれたので、この子は一回おしまいで、ちょっと乾いてきたら波が立つようになるので少し待っていこうと思います。ちょっとずつこうね、粘り気が出てくるんだけど、いつかなまだ全然立たない感じですね。でもちょっとずつやっぱりネバネバしてる気がする。固まってきたら角が立つ感じですね。っていうでも、さだ波はそこまで立たないんだけどね。ドライヤーとかで乾かしていい感じになってきたので、こうやって叩いていこうと思います。こうね、叩いていくとそこだけね、ちょっとモソモソってなるんですよ。このモソモソ感がまたね、ちっちゃい波が立っている感が出て、すごいいい感じにモワモワします。もうなんかスケールがスケールなので、こう細かくしていく感じですね。ここ半分とかで見てもらっていいのかな。ここ何もやってないところ、こっち何かやったらところ、すごいテラッとしてる方は確かにね、なんか静まーった感じには見えるんですけど、いやでもね、すごい波って起こってるものだと思うので、この700分の1に合わせて超ミニマムな波をこうやって起こしていきます。はよ、ちょっと小さな波がたくさんこうテラッとした感じになりました。こんな感じです。見えるかな、小さな波が、はい、できております。まあ、波派なのか、それともさっきみたいにすごいツラツラの海が好きなのかは好みだと思うので、その辺はお好きにどうぞ。丸で、またこれをですね、ちょっと乾かしていきまーす。えいっ、ひたすら時短。じゃあちょっと気持ちいい乾かしたところで、今度はこちら大波こなみちゃんというのを使っていきたいと思います。大波こなみちゃんはちょっと粗いっていうのが特徴なので、このさ、なんかどう波がつくか私よく分かってないんだけど、これをなんかね、寄せて作っていきたいなと思います。なのでもうそのまんまこれを接着するつもりでどこかに乗せていこう。こんなもんで、この周りをちょっとこれで持っていこうかななんて思っております。で、今度は歯ブラシよりは普通にちょっとすくっては乗せていこうと思います。あっ、パチッて痛いな。あらあら、このね、接着剤としてもここをちょっと乗せておきます。底上げじゃないんだけどね。そしてこの周りに乗せていくので、もうえいって乗せてしまいましょう。で、これを周りにまた塗っていきます。かぶるぐらいの方がいいのかな。ちなみにこれね、
何度も乾いては乗せを乾いては乗せってしていくと 2.5 センチぐらいまで波が立つらしいです。すごくないですか。めっちゃ乗るやん。もう波ってどうなってんの。前進む方にめっちゃある、それとも後ろに、後ろにいっぱいあるんだよね、きっと。そうだよね、後ろの方が広がるんじゃない。ということで前は大きな波でなんかこうやって広がっていくイメージあるんだけど、いまいちちょっと船のね走ってるのかが観察が足らないので、なんともな感じですが、広がってく感じ、どうやって広がってくんだ。この辺は波の広がり方とは分からん。なんか後ろの方が波はずっとこう斜めに増えていく感じだったので、斜めに増えていく。この辺に乗せたいなってところに今頑張って浮揚しました。浮揚しましたがまだ硬くなってないので角はちょっと立てれないかなっていうか、だからもうちょっと立ってからちょっと角を立てていこうと思うので一度乾かします。どうでしょう、どうでしょう、ちょっと乾いてみる。お表面が乾いてるのでこうねちょっとツンってするとこう角が立つんですよ。ほら、ほらほら、ほらほら、見えます？ツン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 って、透明だから分かりにくいけどこうね角が立ってくれるんです。この後ろは一番粗いイメージ。波の立つ方向とか本当はちゃんとあるんだろうな。全然わからんままやってるわ。生乾きなんだけど表面はねしっかり固まっているので一回ね色を塗っていこうと思います。ちょっとだけこう波の盛られた感が出てきたでしょうか。一応ねもう触ってもつかないぐらい、あと形が変わらないところまで来たので、本当はこれ乾燥するのに24時間とか雨の日とかだとちょっと乾くのが遅いので48時間とか置いていただきたいんですけど、まあ、今回は作業をしちゃいます。ということで今度は、はい、ホワイトでドライブラシを基本していこうかなと思います。えい、まんまホワイトですね。ドライブラシするだけでめちゃくちゃ変わると思うんだよね、今のこの感じが。濡らしちゃったけどちゃんと一回拭きます。なんか他の色が入ってるのもあれなので、で、あえてバサバサになるような動かし方で開けたら筆の先にいっぱいつけて、また乾いている面とかでガシガシします。で、ちょっと拭ってもうなんかつけにくくなったなっていうタイミングでガーってしていきます。この辺とかも分かりやすいのかな。なんかこうデコボコしたところにこの軽くのせているドライブラシのホワイトが乗っかっていって、ちょっと、はい、泡立ってる感じになっていきます。この今までのデコボコが生きていきますね。ピーポーピーポー生きていきますね。うん、不安になるピーポーですね。で、こことか見て見て、ここは多分最後尾のところでこう泡立つところだと思うので、すごいね泡っぽくしたんですけど、ここがこう今モコモコとなっていていい感じな気がする。なんかこう
やっぱこの機体が通って一番近いところとかは波が泡立ちが多くって、イラストも白っぽく描かれてるので、この辺もちょっと多めにこうね、乗せていこうかなと思います。え、なんかちょっとぽくなってきて嬉しいんだけどね。このざっくり作業でなかなか雰囲気が出てまいりましたね。楽しい。すごいぽくなってきたんじゃない？これ良い良いじゃないの。え、楽しい。何この楽しさ。え、結構波立ったんじゃないですか。わあ、かわいい。綺麗になったじゃん。ああ、嬉しい。あら、あら、嬉しい。じゃーん。こんな感じで波立ってますか。じゃん。え、いい感じな気がする。わーい、なんか結構荒波だね大波小波とか言ってたけど荒波だね、もはやね。ほいさん、ほらだいぶこう波が立った感じになったんじゃないでしょうか。良いね。ほら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 、あ、いい感じに見える。わーい、なんかサクッと作ったけどいい感じな気がしてきた。嬉しい。そして最後、このね、汚れ防止でつけてたマスキングテープをこう取ると木のいい感じの土台感が出てくるんじゃないかなと思いますが、うん、良いんじゃない。パン、できました。いい感じに、結構思ったよりサクッと作ったけどいい感じにできました。嬉しみ。あ、なんかこのドーンとかそういうのまでは作ってないんだけど、でもほらこの箱絵の雰囲気をちょっとでも作れたんじゃないでしょうか。ないでしょうかね。え、そんな感じしない？あ、結構色似てるねということで今回はですね、こんな感じでウォーターラインシリーズの雪風ちゃんを作ったので、その下に水っぽいちょっと板を作って雰囲気を出してみました。いかがでしょうか。なんかサクッとサクッと作業をね進めていったのに、なんか雰囲気ある感じになってすごい嬉しいなと思います。え、いいじゃん。いい板だねいい板だね。これね、しっかりくっついてるからこうやってやっても落ちないんだけど、うん、いい板でございます。いやー、なんか波の表現ってさ、どうやって動いてるとかもっとちゃんと観察しないとダメだね。本当にわかんないわ。わかんないけど、この素材たちがすごい優秀なのは伝わったのかなと思います。だってね、私がわかんないって言いながらもツンツンってやりながら波っぽいものをこうね、こう水しぶきをこうやってこうやって波っぽく水をこうね逆立たせたりとかっていうのができたりとかで、色もいい感じになったり、ペーストもすごい良かったですね、やっぱりね。うん、なんかこうやっていろんな素材を使うと、あの楽ちんにこういうものが作れたりとかすると思うので、よかったら皆さんもいろいろ試して船をやってみてほしいなと思いまーす。なんか思ったよりこんな簡単に綺麗になるんだと思って、一緒に楽しんでいただけた方はぜひグッドボタンお願いします。船の波について詳しい方、どこら辺からどう出てるとか、なんかこういう資料を見るといいよみたいなのがあればぜひ教えていただけたらと思います。一回調べたの、調べたんだけど波ってどうやって出るの分かんなくって、であんまり写真とかで残ってるものでもなかったので、なんとなくやっぱりこの絵に寄せる気持ちで作ってたんですけど、うん、もうちょっと勉強しようかなと思いました。なのでいろいろコメントで教えてくださいということで、以上無線中 TV でした。またね、バイバーイ。